無敵ではなく不死であろう。まず無敵の人ってなんだって知らない人のために、失うものが何もなくて何でもできちゃう、すげえ悪い意味で使えてて、僕らのこの時代っていうのは本当閉塞状況で、経済的にもそうだし本当に苦しい状況にあると。でこれはもうはっきり言って僕ら個人の資質とか努力だけではどうにもならないような立場に立たされているっていうのが僕らの現状なんだよね。まあそこでなんとか現状を打破したいっていうことでみんないろいろさ何か道を探してるわけなんだけど、失うものが何もなくなってしまうほど弱者の立場に立たされると人生どうでもいいやってなっちゃって悪を犯してしまう。つまり無敵の人って別に望んでなってるわけじゃない、本当に苦しい状況にあると無敵の人っていうわけだ。でも平気で悪を犯すことは無敵じゃないっていうふうにやっぱ言っておかないといけないんじゃないかなと。真の無敵っていうのは善悪を超えることだろうと。無敵って敵がないってことだから、悪を犯すってことは何かしらその敵っていうのをさ想定してるわけだよね。誰かを敵とみなすっていうこともないっていうこと、それは善悪を超えているってこと、味方も敵もないっていう状態が無敵ってことなんじゃないかと。善をなしたり悪をなしたりっていうのは無敵ではないと。で自然現象って別に善悪ないでしょ。僕らはいろんな自然現象にいいとか悪いとか望ましいとかさつけたりするけど、自然そのもの側からしたら別に何の善悪もないわけだよね。愛も憎しみも悲喜も妬みも手心も一切ないっていうのが自然ですよね。自然はどんなことも起こせる。で逆に自然の側からもなんかどんな破壊とかだって受け入れてるわけでしょ。環境破壊って言われるようにさ、海なんかも何でも受け入れてるわけだよね。清濁合わせ飲むってやつだよね。自然っていうのは善悪を超えているってまあ一個言えるかなと。つまり真の無敵っていうのは自然のごとくあることなんじゃないかと。自然のような無敵っていうのを目指していくべきなんではないのかなと思ってるんですね。敵味方を作り出す無敵ではなくて超越するような無敵ってことですね。で本題です。あ、なんかガチャガチャしてるけど、不死っていうのは、まあ、古代ギリシャの、まあ、精神史の一コマというかな。不死って何ですか、強さの象徴だよとこうやって言い切っちゃおうかなって思っちゃいます。不死な存在って言えば何ですかと。はい、神々ですね。これウィキペディアから拾った画像ですけど、で不死なる神々には暴力も脅しも通用しないんですよね。不死なる神々に人間が脅すとか暴力を振るったところで通用しないんですよ、いかなる悪も。つまり死っていうのが善悪の究極の源泉だっていうふうにもまあ言えると思うんですよね。要するに生存とか自分の安全を脅かすようなものは悪っていうわけです。つまりだったら死ななかったらそもそも悪なんて通用しないっていうそういう感じで、哲学っていうのは実際に死と悪は一緒じゃないよって教えてるんです。僕らだから死ぬこととか生存を脅かされることを悪っていうふうに一般的に考えてるけど、古代ギリシャ人たちは必ずしも、特に哲学者たちはそう考えてなかった。ソクラテスの弁明で有名ですね。善人には悪は起こり得ないとか、死は悪ではない。ストア派もまあ善悪無きとかさ、死ぬことっていうのは善と悪に何の関わりもない。エピクロスもまあ死の恐怖っていうものが人間から心の平安を奪っていると。でも死っていうのははっきり言って恐怖すべきようなものじゃないって言いまくってるわけですね。死と悪を切り離すっていうのが哲学の教えなんで、エンペドクレスっていう自然哲学者もそれっぽいこと言ってるんですよ。断片8、誕生も死もないって言ってる。混合と分離だけがある。誕生っていうのは名目に過ぎないんだ。間違った言葉遣いなんだよ、誕生と死っていうのはっていう、そういう風に言ってるんですね。エンペドクレスも。ソクラテスとかストア派とかエピクロスってちょっとまあ倫理学っぽいさ色彩が強いでしょ。だけどエンペドクレスみたいな自然哲学者いわゆるもうこんなことを言ってる。忌まわしい死って言ってるじゃん。死が悪であるかのようなものっていうのは本当は存在しないんだよって。でまとめると、古代人の理想の生き方っていうのは自分の生命からも自由であること、つまり死と悪を切り離す、死なんていうものはないんだっていうことによって自分の生命から自由である、執着を離れる、これが徳、卓越性、優れた生き方であるっていうふうに考えられた。でも実際にもちろん不死であることは不可能ですよね。死すべきものって言われる人間なんだ。だけどあたかも不死であるかのように生きること、これは可能なんだってことを哲学者は言ってるんですね。これが僕らが今古代ギリシャから学べることなんじゃないかなと思います。つまり不死のように生きるってどういうことかっていうと、最初の方で話した善悪にとらわれない生き方ってことですね。悪が通用しない、善も通用しない、そういう生き方を可能にする、自然に従って生きるのがストア派のモットーですけど、
こんな風に捉えると、善悪にとらわれない生き方であるっていう風に捉えると、今でも意義深い言葉になるんじゃないかなと思います。まあ以上なんですけど、おまけ異論、不死なる神々には暴力脅し通用しないって僕言ったんですけど、え、ちょっと待ってってホメロスでは不死なる神々が苦痛を嫌がったり、ゼウスからの暴虐無人っぷりを嫌がったりしてますよっていうそういう描写一応あるんですよ。これどうなってんだって、都合のいいところだけ取り上げるなって話なんですけど、これ僕一応こういう答えはどうかなと。ホメロスは哲学者によって批判されたってことですね。クセノパネスがホメロス批判を始めたし、哲学者プラトンもまあ似たような批判をした。要するにホメロスに出てくる神々は神とは言えないようなやつらだと、本当に神だったらそんなことしねえみたいな、そういう批判をしてるんですね。だからホメロスが神こうなってんじゃんって言っても、いやホメロスの神っていうのは神じゃないからっていう批判を哲学の方側からしたってことなんですよね。つまり哲学っていうのは神の概念さえ改める力っていうのを持ってる。それはまさに権威や暴力を恐れないってことでしょ。神概念の書き換えなんていうのはさ。でその論理の力っていうことで我々の生き方っていうものを問いただしたり、何か新たな方向性を指し示したりできるっていう、それが哲学であると。要するに論理、生き方、それが一致しているっていう、そういうものとして哲学っていうのは古代ギリシャでは生まれたわけですね。そういう学問である。以上でございます。今回は無敵の人っていうね、流行りというかね、まあよく聞く言葉について、古代ギリシャのね不死っていうのと絡めつつ、僕ら望んで無敵の人になってるわけじゃないし、無敵の人っていうのは決して望ましいあり方だとも思ってないんだけど、そうなってしまうっていう、その現代社会のねやるせなさっていうのに、一発何か風穴を開けられないかなってことで、古代ギリシャの不死っていう概念を紹介しつつ、死を恐れないと、善悪を超えるっていうのが真の無敵である、それは自然に従って生きるっていう、そんな話をしてみました。ごきげんよう、さよなら。